明治大学行ってみたいと思います。今日の文法の全体像はこちら、文法、熟語、会話、表現、これが12問ございますので頑張っていただけるとよろしいかと思います。そして皆さん、画面上問題を解いていただいてですね、1問ずついくんですが、その後解説を聞いていただいて、で皆さん次につながる情報、それは一番最後のホワイトボードにまとめますからね。ですからまずは問題を解いて解説を聞くことに専念していただけるとよろしいかと思います。ということで頑張っていきましょう。すみません、設問の指示を読んでいただいた後、問いの A ですね、考えていただけるとよろしいかと思います。これは空書の前後で、あの有名な熟語でよろしいですね。もちろん正解は1番ですよね。 When it comes to ing、 うんたらかんたらするということになると、という意味の熟語でよろしかったかと思います。すみません、問いの B をお願いします。で、これは空書の左側、 do という動詞がいますね。そしてその後ろに it、 つまり目的語がおりますので、これで皆さん SVO、 第三文型で文型が完結しております。ですので、この矢印は文型がそこで完結しているというサインになりますからね。ということで皆さん、 first から右側は全体で M、 つまり品詞は副詞でよろしいかと思います。じゃあ皆さん、何を入れたら副詞として存在できるか。もちろん正解は1番ですよね。 first thing、 これでまず第一に、品詞は副詞でございます。でその皆さん、熟語、それをご存じない方も実際いらっしゃるかと思いますので、すべて問題と聞き切った後にホワイトボードでまとめますので、今は聞いとくだけでいいですからね。ひとまず正解は1番ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、問いの C よろしくお願いします。で、これも空書の左側、 first come first うにゃうにゃときたら正解は3番ですよね。直訳していただけると、最初に来た人が最初に serve、 給仕される、つまり面倒を見てもらえるんですね。で皆さん、そのイメージから先着順、そういう意味の結構有名な表現なんですね。ですから、もし知らなければ後でホワイトボードをまとめますので、今は聞いておくだけで大丈夫ですからね。ですから正解は3番ということでよろしいかと思います。で皆さん、問いの D よろしくお願いします。皆さん、これは空手の右側は in touch、 これとセットで使う表現一つだけありますよね。まあ本当は選択肢の中に keep があればいいんですが、 keep in touch の言い換え、もちろん正解は2番ですよね。 stay in touch、 ここで連絡を取り続ける、でもちろん君がいなくなって寂しいということですから、連絡を取り続けましょうと、そういう感じでよろしいかと思います。ですから正解は2番ということでよろしいかと思います。で皆さん、続いて問いの E をよろしくお願いします。皆さん、これも空手の右側のアウト、これとセットであの有名な表現ありますね。もちろん正解は3番ですよね。 sold out で売り切れるということで、3番が正解でよろしいかと思います。さあ皆さん、問いの F をお願いします。皆さん、これは理想はですね、空手の右側に目的語、そしてその後ろに the benefit of the doubt、 この表現を知っていると楽ちんなんですが、多分それをご存知の方はほとんどいないんじゃないかなって感じがいたします。じゃあどうしますかと言われたら、皆さん、空欄の動詞の右側にですね、名詞が2つ並んでおります。で当然皆さん、ジョン君のお話と benefit on K、 これ皆さん違う関係ですよね。つまりイコールではないと。でそういう場合の文型でこれがありましたね。 SVOO、つまり第4文型になってるんですね。ですから皆さん、選択肢の中であの有名な第4文型と言われたら、もし試験中1か8かで選ぶんであれば、1番のギブでよろしいですね。皆さん、ギブが第4文型であるということは皆さんご存知の方多いかと思います。ですから試験中思い切って選ぶんであれば、1番でよろしいかと思います。でちなみに、ギブ目的語 the benefit of the doubt、 目的語に有利に解釈する、まあ、それはあくまでも参考程度でよろしいかと思います。で皆さん、続いて問いの G をお願いします。皆さん、これは空書の前後のザ・ウニャウニャナンバー、会話の定番表現ですね。もちろん正解は4番ですよね。 The wrong number、 間違い電話ですね。ですからこれも会話の定番表現として4番でよろしいかと思います。それでは問いの H をお願いします。
別にもちろん空詞の右側に言葉がないわけですから、空詞には自動詞を入れればよろしいですね。で、皆さん選択肢眺めていただきますと、普段は他動詞としての用法が強いかと思いますが、自動詞の表現があると。もちろんそれをご存じない受験生が大半ですので、狙われやすいですね。もちろん正解は2番ですよね。つまり空詞の上の文章を見ていただきますと、まあ、どれぐらいかかると思いますか？10分で大丈夫ですよ。そういうイメージですね。で、もちろん自動詞の do、正式には間に合う。これを基準に様々な表現に合わせて意訳していただいて OK ですからね。で、もちろんこの自動詞の do は後でホワイトボードにまとめますね。ひとまず正解は2番ということでよろしいかと思います。サミさん、問いの愛をお願いします。そしてこれは先頭に cannot 否定語があって、なおかつマッチうにゃうにゃですからね。ですから比較のあの定番表現としてよろしいかと思います。もちろん正解は2番ですよね。マッチです。で、もちろん文頭を見ていただけますと、朝早く起きれません。ましてや、運動もできませんと。比較の項目でありましたね。まあ、もちろん後でホワイトボードにまとめますね。ひとまず正解は2番ということでよろしいかと思います。サムさん、問いの J をお願いします。まずこれ、空詞の右側、up to。そして文末、expectations。期待という表現がございますよね。これで何を選びますかと言われたら、もちろん正解は4番ですよね。live up to。で、後ろに期待なんかを置いて、期待に応える。という意味の熟語でありましたね。ですから正解は4番ということでよろしいかと思います。サムさん、問いの K をお願いします。皆さん、これ空詞の左側、can't。これとセットで使えるものがありましたね。もちろん正解は2番ですよね。cannot, うにゃうにゃ enough。もう少し有名なところで言うと、can't, うにゃうにゃ too。うにゃうにゃしてもしすぎることはない。皆さん、can't ですから、助動詞の項目でそういう表現見たことがあるかと思います。でその cannot, うにゃうにゃ too と同じ表現として、これですね。enough も OK と。ただ皆さん、これ空詞の左側に thank you。I can't thank you enough。これを見かけたことがあるという方も実際いらっしゃるかと思います。まあ、心より御礼申し上げますって感じですね。ですから知らない方も実際いらっしゃるかと思いますので、後でホワイトボードをまとめますね。ひとまず正解は2番ということでよろしいかと思います。サミさん、問いの L をお願いします。これはフィルなんとか4で有名な表現ありましたね。つまり、ジャクソン先生がお休み。じゃあどうするんですかっていうと、スミス先生が…ですから正解は3番ですよね。fill in for。うにゃうにゃの代理をする。代わりとなってくれるんですね。つまり彼女の抜けた穴ですね。それを満たしてくれるんですね。ですから fill in for 3番が正解ということでよろしいかと思います。サムさん、お疲れ様でございました。皆さん、先ほど扱った問題の中で、次につながる情報をまとめていきたいと思います。まずは括弧1。フェイントときたら、comes to ing でよろしかったですね。で、もちろん意味は、うんたらかんたらするということになると、ということでよろしかったかと思います。そして、カッコ2番の first thing。副詞で、まず第一にということでよろしかったですね。そして、カッコ3の first come first。ときたら serve ということでよろしかったかと思います。そして意味は、先着順ということでよろしかったですね。そして、カッコ4番の連絡を取り続ける。stay in touch。そして、カッコ5番のソールドウニャウニャ。売り切れの場合は、ソールドアウトですね。そして、カッコ6番の give 目的語 the benefit of the doubt 目的語に有利に解釈する。これはあくまでも参考程度でよろしかったかと思います。大事なのはこれですね。give が第4文言を取るということが重要でございます。そして、カッコ7番の the wrong number 間違い電話ですね。そして、カッコ8番の自動詞 do ポイントは第1文言ですからね。そして、基本は間に合うというふうに押さえておけば応用がきくかと思います。そして、カッコ9番のうにゃにゃない。ましてや、点々ない。それは否定文があって、その後マッチレス。それはスティールレスとも言い換え可能ですからね。サムさん、カッコ9番まで来ましたが、あと少し情報を追加したいと思います。で、もちろん情報を追加するためには、このホワイトボードを消さざるを得ません。ですので、ちょっとご覧いただいてですね、もし知らないものがございましたら、ノートを取っていただけると嬉しいかと思います。もしくは、後でこの画面に戻ってくるでもいいですからね。ひとまず消しますね。それでは、先ほどの続きでございます。カッコ10番、うにゃうにゃ up to expectation。皆さん、live up to ということでよろしかったかと思います。うんたらかんたらの期待に応えるということでしたね。そして、カッコ11番、うにゃうにゃしてもしすぎることはない。これは to と enough 両方を使いましたね。そして、カッコ12、fill in for で、
何々の代理をするということでよろしかったかと思います。ということで皆さん、次につながる情報をまとめてきましたが、先ほどの画面も合わせてですね、知らない情報がありましたら、この後ノートを取っていただいて、で、ノートを取った後は、いつも通りこれでございます。赤シートで隠してスラスラ言える。そこを頑張っていただきますと、成績アップにつながりますからね。ぜひ頑張っていただけるとよろしいかと思います。ということで、参考になさってください。